はいどうも、今日も元気にバカでやっていきましょう。チャンプレです。ということで、超久しぶりにこの強力一致の方のサルチームを使っていきたいと思います。だいたいいつものバトオレでサルチーム使わないからね。まあ最近コンボ集の撮影もして、サルチームのコンボ技術が大幅に上昇したということで使っていきたいと思います。今日喉の調子悪いんだよね。ふい、当たんなかった。なんとなくスイッチに向けて打ったんだけどね。あーマジか。レース取っておこう。強化難がないと何もできないんだよね、サルチーム。え？なんでこうてんのかなと思った。あら、外しちゃった。パチンガの調子悪いですね。ん？なんか当たったね。わお、素晴らしい。コルビ式スーパーノヴァ。さ、当たるか。アウチ、この野郎。まあでもいい感じにメカパチが決まったんで、よしとしましょう。メカパチからのゴリアックハンドってもうすぐもう、うおーって感じで、ゴリアックハンドのところ連打しないとね、出せないんですよ。なのでそこをちょっと、頑張ってコンボしないといけない。さてと、赤パンですね。はい、オッケー。さあ、サルチームはね、リスポーン直後にゴリアックハンドを打つと2回当たります。さあ、これ強いんだよね。 OK、 ジャブからのジャブジャブということで、いい感じに削れていきました。どこに打ってんですかね、俺は。ほいほい、チョックラと、あーら、当たんなかった。ディミッシャー開業。はい、オッケー。こんな感じで決まるんですよ。マジでさ、この赤パンのコンボ性能やばい。で、どうしようかな。黒パンでめちゃめちゃすごいコンボをね、発掘したんですけど、どうしようかな。2022年のコンボ集にお見せするんで、今回は緑パンでいきたいと思います。マジでね、黒パンであんなコンボができるとは思わなかった。マジでそんな画期的なコンボ見つけたんだけど、今回はあえてお見せしないで、2022年のコンボ集を待ってくださいって感じで。あー、それ繋がんの。あー、ミスったな。もうこの無双乱舞2難しいんだよね。何が難しいかっていうと、このなんていうのかな、右スティックを前に倒してかつ押し込まないといけないから、たまにミスるんだよね。
それが難しい。さあ、行け。アウチ、マジか。OK。 まあこんな感じでいいかな。いやー、あの B 準決のさ、コンテナのとこのよくわかんない角っこのさ、ポッチがあるじゃん。あれがいつもね、コンボの妨げになるんだよね。それをなんとか避けてコンボしていきたかったですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。